五花宝五花宝とは埼玉県で生産、販売されている和菓子の一つである。おこし酒を水飴などで固め棒状にした芯をきな粉に、水飴などを混ぜた皮で巻きつけ、さらにきな粉を表面にまぶしたものであり、青色のものは青大豆を用いて製造されている。大田南湖の随筆、やっこだこに安永6年に日光山系の道中で食べた五花宝と比べ、 今年もらった秩父のご家房は型が大きくおこし米でできているという記述があるように、江戸時代より北関東の各地で同盟維持のご家宝が作られており、製法も時代や地方によって様々なものがあった。現在では埼玉県熊谷市の名家として知られ、市内各地に取扱い店舗があるほか、稀に公立小中学校の学校給食に出ることがある。 草加市の草加せんべい、川越市の芋菓子と共に、埼玉の三大名家とされており、埼玉の音風景、香り風景十1の一つにも認定されている。熊谷市では、五花坊の名で、文政年間に熊谷で売り出され、その後、五花坊、五花だから表記を経て、五国は家の宝であるという祈りを込めて、現在の表記となったと紹介している。また、 カゾシでも特産品となっており、約140年前から不動が丘にある草眼寺の門前で販売されていたと紹介している。なお、熊谷市やカゾシ以外で販売を行っている企業も多い。発祥については諸説ある。ありがとうございます。